はい、でなお難易度はスイッチは、うん、難易度スイッチはこちらのジョイコン操作を推奨した難易度となっておりますので、うん、なるほど、はい、まずはねジョイコンで遊ぶよって時はその難易度スイッチがおすすめでございます。はい、はい、まあ、以上が簡単な、ね、操作説明だったんですけど皆さん分かりましたか？質問ある人大丈夫か？はい、あ、はい、あ、メッセのあいみちゃん、萌え先生は今日何を食べましたか？あいみちゃん、めちゃめちゃ関係ない質問はしちゃダメだよ。ダメなんですか？ダメだよ。わかりませんでした。ちなみにサーモンハラス定食を食べたよ。美味しそう。美味しそう。ありがとう、はい、ありがとう。もうみんな大丈夫かな？うん、大丈夫、大丈夫。この後、うん、いいですか、個人授業。個人授業。あやさちゃん、いけない子だね、あやさちゃんはね。この後お願いします。ね、いっぱい教えてください。ありなんですか？個人授業、そうだね。一人一回までならいいよ。やったー。じゃあ予約します。はい、誰か突っ込んでください。いやもう、黒沢さん。なんか萌ちゃんってこの3人の前だとこんな感じなんだね。違いますよ。今日カルチャーショックがすごすぎて。見てる萌氏が違った。なんか待ってる間も、うん、あいみちゃんがすごい遠くからなんかもぐもぐおにぎりを食べながら萌ちゃんのことをじっと見てて、萌ちゃんが私をおかずにご飯食べるのやめてよ。すごい関係性、すごい関係性が知らない間に出来上がってて、もうあいみさんはずっと私の顔をずっとじっと見つめてきながら、うん、ずっとご飯食べてるの。すごい。やだ、バラさないでくださいよ。いやいやもう。で、あやさちゃんには会った瞬間、うん、今日もエッチだね。今日も本当にね。ちょっともう秘密ですよ。本当にちょっとだってそんなハラハッピーワールドのこの健全さから比べたら気づいた気づいた。もえちゃん、もえな、変わりたい。魅力的ということなんですよ、もえちゃん。嬉しくなっちゃうんだ。そうなの。ちょっとだからこの距離感はハローハッピーワールドに持って帰りたいと思います。持って帰れない。私がお願いだから持って帰れない。いつも通りでいて、ともよは。ともよだけはブレないでいて、そこで。今日頼むよ、ほんと。はい、みんな脱線しましたけれども、操作方法は覚えましたか？はい、覚えました。よかったです。はい。お姉さんが。え？すごい。お姉さんがブレーダー。スイッチお姉さん。先生が。もえしお姉さん。さあ、じゃあちょっとジョイコンで遊んでいって。お姉さん、あ、寒くないですか？あのね、気づいたんだけど私だけ半袖だったの。確かに。そうですね。え、まだ夏だよ。いやいやいや、もう秋だよ。秋ですよね。確かに。でも色味は秋だもんね。確かに。素材感は秋なんですね。可愛いお姉さん。可愛い。ありがとうね、みんなありがとうね。こちら。